さあそれではおさらいをしましょう、えー、森下さん石原さんいきますよ、はい、ドイツ人が広島の歴史を感じる観光名所に行きたいんじゃとなんと答えてあげますか<タッ>イヒエンフェディブル,ルック広島発音良すぎじゃなお二人とも<タッ>ということではい。